こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、今日はと言いますか、今日こそはですね、山口組の大阪戦争、1975年から1978年に起こった、暴力団の抗争事件についてお話をさせていただきます。先週はですね、この大阪戦争に至るまでの、山口組の大きな歴史と当時の、人気の秘密、あとはこの山口組がどれぐらい儲かってたか、みたいな話をさせてもらいました。で、登場人物も紹介させていただきました。簡単におさらいしますと、3代目山口組組長田岡和夫、カリスマ組長、組員33人から1万人の巨大組織まで成長させた男と言われているのが、この3代目山口組組長の田岡和夫で、もう一人の登場人物が、その田岡組長の一番の子分と言われている山健こと山本健一、この人は、この山口組の3代目の若頭でした。で、ピス健とかいうふうに言われたりしてるんですけども、とにかく、構想でみんなをまとめて、突撃させる、総司令官的な役割をしていました。で、3人目の登場人物が、ボンのこと菅谷正夫、3代目山口組の若頭補佐です。この人はとにかくおしゃれなヤクザで、テーマ曲はセント・ルイス・ブルースと、自分で決めててですね、リンカーン・コンチネンタルに乗って、おしゃれで男前で、経済的にも年収20億、子分の数も1200人、山口組の中で巨大な勢力を率いてたんですけども、この大阪戦争の中で、山県によって追い落とされるという、そういう存在です。で、もう一人が3代目山口組の、これも若頭補佐の山本博士、山博ですね。で、永遠のナンバー2、後の一和会の会長になった男です。ええとこまで行くんですけど、最終的にいつも、田岡組長とか、その田岡組長の奥さんに、認められずですね、組長にはなれなかったと、いう人です。この4人が主な登場人物というふうになってきます。で、事件としては、大阪戦争が起こったのは1975年の7月26日でした。で、ここに至るまでのことを簡単に言いますと、当時ですね、盟友会事件だったかな、山口組はもともとその神戸とか、広島とか、そっちの方な大きな勢力を誇ってたんですけども、その盟友会事件で、大阪、進出してきます。で、大阪の、北の方、梅田の方にも、もちろんもともとヤクザの組織がいました。で、そこを仕切ってたのが松田組という、組員総勢300人ぐらいの暴力団でした。で、そこの系列で、溝口組という、バクチをする、ヤクザの組織があったんですけども、そこにですね、山口組系の、佐々木組内の徳本組という、組員たちが嫌がらせにやってくるんですね。で、なんでこの嫌がらせとかをやるかというと、ちょっかい出してですね、抗争に発展したら一気に潰して、もしくは相手がビビったら、そこを乗っ取ったり潰したりしてですね、で、そこを自分たちの島にしてしまおう。これが、勢力を大きくする、やり方の一つなんです。で、この松田組の、賭場にですね、山口組系の人たちがやってきてですね、お金ほとんどかけずに、嫌がらせみたいなことをしたりとかですね、拳銃を出してみたりとか、そんな風なことをしてたんですね。で、ある時ですね、この松田組系がですね、もうあんたらそんなすんやったらコン取ってくれっていうね、出入り禁止にするんです。で、これに山口組系の組員が怒ってですね、お前よそんなんしたな、とうちのバック山口組って分かってるやろな、喫茶店で今度話するからお前来いと言ったのが、豊中にある喫茶店のジュテームというところでした。で、ここにですね、この山口組系の、この組員たちがですね、4人ぐらいで待ってたら、松田組系の組員が車2台でやってくるんです。
でこの時に喫茶店の中でですね、まあ、こう松田組が喫茶店にやってきた、車2台で、で中で待ってるのは山口組系で、松田組系が入ろうとした時に山口組系がなんかこう背広の中から何かを出そうという素振りをしたのか、それとももともとも決めてたのか分かんないんですけど、喫茶店の扉を開けた瞬間にですね、まあ、やってきた7人の男たちがもう拳銃でババババババーンって中にいた4人の山口組系の暴力団員を撃ちます。でこの3人がまあ撃ち殺されてしまって、1人が重傷を負うという、これが受邸無事件、これが大阪戦争、その3年間続く、まあ、この抗争の、まあ、こうきっかけ、一番最初の事件というふうに言われています。でもちろんですね、まあ、山口組系もその後、まあ、報復をするんですね、まあ、例えばこう逮捕されたこの松田組系の組員がいる、やってくるこの大阪地裁でですね、まあ、こう包丁を持って、ね、報復しようと思って待ってて、それを警察に止められたりとか、まあ、そんなことがありました。で、まあ、山口組系もですね、まあ、実はその3次団体4次団体やったんですね。山口組系の佐々木組の、その中の徳本組の、さらにまあ殺された人は桐原組という、まあ、こう孫の孫ぐらいの組織が起こした抗争事件やったんで、まあ、わざわざ山口組が出ていかんでもええやろと、まあ、いうようなことを最初は思ってたんです。で、まあ、向こうがまあ謝ってくんやったら、まあ、もう手打ちにしてもええかなみたいな、まあ、そんなことを思ってたみたいです。でその動きをしたのが、さっきも紹介しましたボンのこと、まあ、姿に正雄なんですね、まあ、お金持ちの経済ヤクザですね。でまあ、分かりやすくお金持ちの経済ヤクザって言ってますけど、もともとこの人はあの、まあ、韓国の人とか台湾の人とか、まあ、その辺をまとめた国際ギャング団みたいなのを作ってた人で、まあ、もちろん武闘派でもあるんですけど、分かりやすく、まあ、おしゃれな経済ヤクザというふうに言わせていただいてますけど、まあ、その人らがボンノがですね、まあ、この和解工作みたいなのをやるんですね、まあ、ですが、まあ、ちょっとそのなかなかそのまあ、うまいこといかずですね、で報復を呼ぶような事態になります。まあ、東住吉の方にあった、松田組系の 組が、まあ、こう山口組系に襲われて、で今度はまあ反対に、山口組の本部ですねが、松田組系の大日本正義団っていうところの幹部によって、まあ、銃撃されるんです。でこれが山口組を、はあ、何やってくれとんねんというふうに思わせたんです。もともとは自分らの下部組織がやってた喧嘩やのに、いきなり相手が本部にやってきて拳銃6発を撃ち込んだんですね。子供の喧嘩してたのにいきなり親に唾かけてきたみたいな、でこれがちょっとまあ抗争を激化させます。でこれによって、まあ、こうそれをやったこの大日本正義団の組員が、まあ、山口組系の人に、まあ撃ち殺されたりとか、まあ、そういうことも起こりまして、まあ、これのクライマックスと言われているのがこの日本橋事件と言われてまして、まあ、これはあの大阪の日本橋で、大日本正義団、これ松田組系なんですね。この300人ぐらいしかおらん松田組系の大日本正義団の吉田義弘という、まあ、この会長が、山口組系のヒットマンに射殺されます。これあのだから日本橋のあの電電タウンさん、電気屋街のあの辺でまあ撃ち殺されてしまったということなんですね。でここまでが第一次大阪戦争というふうに言われています。まあこうやったやられたみたいなことで見ると、一番最初に起こったのは受邸無事件、これ豊中の喫茶店で、松田組系が最初に銃を撃ちました。で殺されたのは山口組系で3人殺されました。でそこからまあいろんな抗争があるんですけども、まあ、最終的にはこの松田組系の大日本正義団の組長の吉田義弘が山口組系に殺されたことによって、なんというんですかね、基本的な帳尻はこの段階であったんじゃないかというふうに言われてます。まあ、やっでやられてやり返してみたいなのが、まあ、ちょうどお互い、まあ、その殴った数一緒ぐらいやんねみたいな、
そんな感じになったんですね。で、これで山口組としては、まあ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 、終わりかいなというふうに思ってたんですが、その後、まあ、とんでもないベラミ事件が、まあ、起こるということなんです。で、まあ、ベラミ事件もちょっと、まあ、まだ時間あるし、もう話しちゃいましょうか。で、ベラミ事件が起こったのが1978年の3月です。これは、京都の三条に、まあ、ベラミという、まあ、京都のナイトクラブがありました。で、田岡組長はですね、まあ、いわゆる芸能事務所もやってまして、まあ、映画のいろんな撮影現場にも出入りしてました。で、まあ、渦政の方で、渦政のあの映画村ですね、あるとこ、あこは撮影所なんですけれども、そこでまあ火事が起こってですね、まあ、そのお見舞いに、3代目の田岡組長が行ってたんですね。で、その帰り、まあ、行きつけあった三条のベラミに訪れました。で、実はここにですね、まあ、さっき、第一次大阪戦争の終結のタイミングで殺された大日本正義団の吉田義弘会長が殺されてるんですけど、その報復に大日本正義団の若い若者で鳴海清という男が潜んでいました、お客として。で、田岡組長は何人かの、まあ、そのボディーガードと一緒にやってきてて、まあ、その民間人の、まあ、お医者さん2人となんか一緒にこうそこのクラブにやってきたんですけども、まあ、そこでこの鳴海清によって、撃たれてしまいます。で、まあ、この首を撃たれたんですかね。で、まあ、しかもなんか何発か撃ってますんで、その田岡組長に当たらなかった銃はその一緒にいたお医者さんに当たってしまったというふうに言われています。で、鳴海はそのまま逃げましてですね、で、田岡組長は、まあ、一命を取り留めました。まあ、ちなみにその時には田岡組長は、まあ、救急車呼びますと言ったら、いや救急車は俺はもう普通の車で行くと、まあ、首打たれてるんですけどね。で、まあ、こう一緒におったお医者さんが打たれてるから、もう救急車はもうその人に乗ってもらえと、まあ、いうようなことを言ったそうです。で、まあ、田岡組長も重傷ではあったんですけれども、まあ、なんとか一命を取り留めました。で、これがですね、この田岡組長に、まあ、鉄の忠誠心を、まあ、誓っていると言われている、まあ、山健こと山本健一の、まあ、怒りを呼びます。まあ、逆鱗に触れたと言っても、まあ、過言じゃないと思います。今までは、まあ、どないしようかみたいな感じやった山口組がもうこれで大激怒で、まあ、この山県若頭の山県はですね、まあ、この松田組をもう殲滅しろというような号令をかけたというふうに言われています。で、そこからですね、まあ、あらゆるところで松田組系の人たちが山口組の組員によってまあこう撃たれたりとか殴られたりとか、まあ、殺されたりとか、まあ、そういうことが起こります。で、ついにですね、まあ、この田岡組長を撃った鳴海清ですね。で、これはまあ松田組系のまあ大日本正義団なんですけども、まあ、これが松田組系の組にかくまわれるわけなんです。まあ、ですが、あまりにもこの山県による松田組潰しが強すぎて、まあ、実は最終的にこの鳴海清はですね、このドンを撃った男というふうに言われてるんですけども、このかくまわれていた組によって、まあ、ボコボコにリンチされて、まあ、殺害されました。要はいつまでもそいつをかくまってたら自分たちが山口組に殺されてしまうというふうなことを恐れた、まあ、この鳴海清をかくまっていた組が、まあ、この鳴海清自体をまあ殺害してですね、でこれを六甲の山かなにまあこう遺棄したというふうに言われています。で、発見された時にはですね、まあ、もういろいろ腐敗も進んでたんですけれども、鳴海清は背中に、まあ、天女の、まあ、入れ墨をしてたということで、まあ、本人というふうに特定されました。あと、まあ、首から下げたお守りの中に、まあ、子供の写真が入れてたっていうのもあって、まあ、この辺りでこの鳴海清自体も、まあ、こう殺害されたということが分かります。で、これを確認したこの山県がですね、今度はこれも今までに全く聞いたこともないような、形で抗争を終わらせます。それが記者会見による抗争の終結
終結宣言というふうに言われています。でこれはですね、まあ、YouTube なんかで、大阪戦争というふうに、まあ、検索する、まあ、もしくは山本健一山健と、まあ、検索すると、まあ、出てきますけども、神戸の山口組の、まあ、本部にですね、まあ、全国のこうテレビ局とか新聞とかを、まあ、呼びつけてですね、でそこで、まあ、一方的に終結宣言を行うんです。でもともとこの構想というのは、まあ、こう自分の組織と敵対する組織があってですね、でそこがまあ話し合いみたいな場を持ってですね、これ戦争も何も大体そうですよね、あのお互いがこう納得の上で手打ちをするというのがまあ基本スタイルなんですけれども、この大阪戦争に限ってはもう山口組が圧倒していたので、この松田組と手打ちの手の字も行わずに最終的に一方的に終結宣言を出すという形になりました。でしかもその間にですね、まあ、先出てきたボンのこと姿に正雄はですね、まあ、実はこう手打ちに動いてたんですけれども、お前手打ちなんかすんなっていうので、もう絶縁宣言を出されてしまいます。でまあ他にもいくつかちょっと理由はあったんですけども、この大阪戦争の中でこの山口組の有力組長であったこのボンのを、まあ、山県が蹴落としてしまうという、まあ、そういうことを行いました。でまあ、最終的にこの4代目の竹中正久によって、まあ、このボンノはこの田岡組長が亡くなるちょっと前にですね、田岡組長に詫びを入れてですね、まあ、何とか許し自体を得るんですけれども、まあ、田岡組長が亡くなったすぐぐらいにこのボンノも亡くなってしまいました。で、まあ、実はこの田岡組長が亡くなったのが1981年だったかな、この大阪戦争が終結したのは1978年なんですけども、その3年後に田岡組長が亡くなります。でこの時に、まあ、実はこの大阪戦争によって、まあ、この何ですかね、このヤクザの組織でちょっと独特のものがあるんですけど、まあ、要はこの何かこう殺人教唆とかいう、まあ、罪があるんですね。お前殺してこいっていうのが殺人教唆なんですけどね。でまあいろんなこの何かこう障害とかも教唆があるんですよ。お前痛みつけてこいとか、お前拳銃で相手の事務所のガラス割ってこいとか、まあ、そんなのも全部教唆に当たるんですけども、この山県がすごいのは田岡組長にはその教唆をさせないですね。今では実はね、この暴力団の暴対法が改正されてるんで、まあ、そんな通用せえへんことになってるんですけど、昔はですね、具体的にお前あいつの弾取ってこいとか言わないと教唆に当たらなかったんです。だから田岡組長は山県に対してはこう言うんです。お前はどない思ってんねやと言うだけなんです。ほんなら山県はそれを聞いてですね、親分がわしにどない思ってんねや言うてきたと、親父が言うてきたと、あつまりもう相手を潰せということか、よし潰すぞ、おいお前ら集めろ人を、ね、武器も集めろと、で行くぞっていうふうなことをやってたんです。まあ、つまりどういうことかというと、田岡組長には具体的に命令をさせない、これは罪が及ばないように、で自分はですね、もうがっつり命令するんです。もう自分はもう懲役行ってもええと思ってるんです。この親分に対して忠誠を誓ってるから、親分の権威のために自分が犠牲になって子分をまあこう抗争に向かわせると、でまあいうようなことをやってたんで、この山県はですね、この大阪戦争の後にまあこう懲役に行かなあかんようになるんです。でその中でもともと悪かった肝臓がまあ悪くなって、まあ、田岡組長が81年亡くなって、そのすぐ後にこの山県も亡くなってしまいます。でまあ、ボンドも亡くなったわけなんですけども、この敵対していた勢力なんかがみんな亡くなってしまって、で、まあ、さっきもちょろっと言いましたけど、永遠のナンバー2と言われたこの山広こと山本博がですね、組長代行になります。で、まあ、この組長代行で次俺組長かなと思ってたら、田岡夫人ですね、田岡組長の奥さんがですね、組長は竹中やって言って、まあ、竹中が4代目にスポーンと入ってきて、それで俺が組長やと思ってたのにってなった山広が、まあ、一和会っていうのを作って、これで山一構想がまあ始まると、で、まあ、物語は続くと、まあ、いうふうになるということです。
この辺りぐらいまでですね。はい。やっぱこの山口組を調べ出すとですね、もう仕事ができないですね。というのもすごいたくさんの本があって、今回も2冊ぐらいちょっと読ませていただきました。激滅、山口組 VS 一和会という本とかですね、地と構想山口組3代目とか、あとですねこの漫画とかもいっぱいあるんですけどね、まあ、こんな全部ちょっと読まれへんのであれなんですけど、こんなのいっぱいありますから、まあ、ご興味ある方はまずは YouTube から、まあ、Wikipedia でも十分楽しめると思います。というのも一人一人の登場人物がですね、もう Wikipedia の単独のページがありますんで、ボリュームたっぷりありますんで、皆さんもぜひこの山口組楽しんでみてって言っていいかな、楽しんで見られたらいかがでしょうか。はい、今日はですね、前半後半ということで、山口組と松田組による1975年から78年まで起こった大阪戦争についてお話しさせていただきました。なんかこう全2回やとか全3回やとかいろいろって、最終的に全2回で終わりましたが、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。